伝説の大陸アトランティス。かつて栄華を極めたその大陸は今から9000年前に沈んだと言われている。アトランティスはあくまでも伝説上の話なので実在していたかどうかは定かではない。しかしアトランティスの痕跡と思われるものが世界各地で発見されており、その中には信憑性があるものも存在する。果たしてアトランティスは実在するのだろうか。信じるか信じないかはあなた次第です。今日はアトランティスの話ですよ。アトランティス、都市伝説といえばのアトランティス。俺らザ有名なやつはあんまりやらないけども、でもね、前の都市伝説でちょっとアトランティスが出てきたりとか、やっぱりね、そういうね細かい都市伝説を話す上で、アトランティスを詳しく知っといた方が楽しめるなと。確かに避けては通れない感が。そうだね、避けて通れるなら今まで避けるけどね。アトランティスっていうのはムー大陸、レムリア大陸と並ぶ幻の大陸と呼ばれているものです。大陸なんだ。そんなアトランティスが大地震と津波によって海に沈んでしまったという伝説になっております。これあくまでも伝説みたいな感じになってるんだけど、今でも研究がめちゃめちゃされてて、これがアトランティスだったんじゃないのみたいな、そういうのでむちゃくちゃ盛り上がってる。発見もちらほらあるもんやつもね。そうです。ということで今回はそもそもアトランティスは何なのかっていうのと、アトランティスはこの場所だったんじゃないかっていう有力な場所を紹介していこうと思います。もう最初から最後までロマンたっぷりです。そうだね、動画でアトランティスが全部上がると。はい、もう網羅できます。アトランティス大陸とは、古代ギリシャの哲学者プラトンの著書クリティアスとティマイオスに書かれた超古代文明のことを指す。プラトンの時代の9000年前に海中に沈んだと記述されているサイスという町の神官から聞いた話をプラトンが後に文章として残し、現代へと伝えたと言われている。つまりアトランティス大陸の伝説は誰かが実際に見たものではなく、口頭で語り継がれているものであり、その信憑性は怪しいと言える。見た人がいないとまで言ってたね。そうです、直接見た人はいないと。本は存在しています。あそこにじゃあちゃんと明記されてるって、そういうことです。じゃああるよ。ただあるのは確定ってこと？確定ではないです。ないの？これがあっても確定とはなんだ？ならないんです。その人が本当のことを書いてるかどうかわかんないから。そんなアトランティスは資源がもうめちゃめちゃ豊かだったわけよ。その資源が豊かなおかげで、現在でいう西ヨーロッパら辺ですね、ここら辺を中心に辺りを支配していたとその本に書かれています。そんなアトランティスの成り立ちについて話していきたいと思います。プラトンの話によると、アトランティス大陸が最後に栄えた時代は今から12000年前に遡ると言われている。一説ではそこに住む人々は100万年以上の長い年月をかけアトランティス文明を築き上げたという。現実離れした話にはなるが、アトランティス文明はギリシャ神話に登場する怪人ポセイドンにより作られ、その最初の王となった人物は彼の息子アトラスだと語られている。そのポセイドンに子孫が10人いて、その10人がアトランティスを支配していたと考えられているんです。ポセイドンもそもそもいたかどうかもあれだもんね。そう伝説だもんね。それはそうなんだけど、今ちょっと怖くなってきた。怖くなってきた。冷静に考えてさ、そういう伝説の神みたいなやつらっていうのすげえ話残ってるわけじゃん。そうだね、俺ら信じられないような能力とかあるけどさ、そんなことを妄想で書いてさ、ここまで引っ張ってこれるわけなくねって思ったんだよ。まあね、考えたら地球が繰り返す説と一緒で、文明自体がこうリセットされてるんだとしたら、俺らが想像できないような能力が普通に持ってる人たちがいたんじゃないっていう。その時代の環境とか知識量でそこまでの妄想もできるか怪しいし、そうだね、そんないろんな知識がないし、世界ってどんだけ広いかも分かんないし、そうそう、そんな話が広まらないはずなのにね。だって同じ神を話をしてる文献とか、そういう証拠品っていっぱいあるわけでしょ。ゼウスとかルシファーとか、おかしくない？いやネットないんだって知るわけないよね、そんな他の人たちが。って考えたら普通に見た人が多くて、見たことありなまま未来に何か伝えようとしただけなんじゃない？プラトンの話では、アトランティス大陸は穀物や果実、家畜、森林資源、香料などを自国で産出できるほど豊かな国であり、また外国との物資を介した交流もあったという。もちろんその他の資源も豊富で、炎のような輝きを見せる伝説上の金属なども採掘できたとも言われている。この伝説の金属がオリハルコンと呼ばれており、飛行機や潜水艦なども建造することが可能だという。オリハルコンっていう金属が当時超文明って言われていた象徴と言われていて、今とかは普通に飛行機とかヘリとか船とかいろんな技術があるわけじゃない、この状態でオリハルコンを利用したらまたさらに予想もできないくらいの発展した文明を作ることができると言われてるんですよ。省エネルギー、そういうことなんですよね。そのオリハルコンがだから約1万年前とかにアトランティスでバカバカ取れたと。だからめちゃめちゃ古代なのにすごい資源が豊かだった。強力な軍事力もあったしね。そんなアトランティス大陸なんだけど、これのね大きさですよね。どんぐらいでかかったか。レイクタンぐらい。いやもっとでけえよ。今狭っ。もっとでけえよ。確かに日本一でかいスーパーマーケットね。スーパーマーケットじゃねえよ。お前あれスーパーマーケットだと思ってんのか。530×350km ぐらいの大きさだったらしい。でけっ。どんぐらいなの？ 15000km ってこと？東京から大阪までが500km です。まあ2本ぐらい。そういうことだね。でその作りなんだけど環状になってて、まあ、丸ですよね。こう丸い壁みたいなのがこうポン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 ってある感じ。外の海に通ずる道が1個しかないって言われております。だから壁に囲まれてる。そう、壁に囲まれてる。オールマリアね。進撃の巨人。ああはいはいはい。あ、そんな感じだね。なんかイメージ。すげえすごすぎんな。大丈夫？世界の答え合わせみたいなのが始まってない。確かね。地球の答え合わせみたいな。そんな最強だったアトランティスなんだけど、津波と地震によって一夜にして海に沈んだって言われてるんですよ。相当とてつもないの来たんだよな。そして皆さんお待たせしました。アトランティス大陸があったと考えられている場所を紹介したいと思います。プラトンはこう書きました。アトランティス大陸はヘラクレスの柱の向こう側にあった。ヘラクレスの柱っていうのはジブラルタル海峡っていうスペインら辺の海峡、そこにかつて存在していた古代の地名と言われていて、今もあるジブラルタルの岩がそれに該当すると考えられています。その柱の向こう側にある、つまり地中海の近くの大西洋ら辺にアトランティスがあったのではないかと言われています。その大西洋を中心に学者たちが調べていって有力だった場所を2つ今から紹介します。1つ目はアゾレス諸島近海。1913年フランスの地質学者テルミエという人物がアトランティスの場所を示し話題を呼んだ。彼は大西洋中央海嶺に位置するアゾレス諸島付近にはかつてアトランティス大陸が存在したのではないかと考えた。アゾレス諸島とはポルトガル領の島々で、テルミエはその海中で発見された溶岩に着目した。そして彼の話によるとアゾレス諸島の深海って2000〜3000m もあるんだって。深いね。でなおかつそこの溶岩は地上で1回冷えて固まらないとできないような形をしていた。だからそんなものがずっと海にあるのはありえない。だからかつてここにアトランティスがあったんではないのと言われてるんですよね。続いて2つ目の有力な場所、ビミニロード。1968年には大西洋ビミニ諸島の海底にて石畳のような人工物らしき遺跡が 1km 以上にわたって発見された。自然にできたとは思えないその人工的な形から、これを遺跡の一部だと考える人たちがいる。これやん。もうやばいです。やばいな。もうやばいです。全部カットしろ1個目。いやあれもありえない構造になっていたわけですから、っていうことだよね。そんぐらい珍しいから言ってる。そうです。他で説明できないってことだよね。でもどうでもよくね。ビミニロードが強すぎる。確かに1kmなんだもん。だってもうそれ文明だよ。文明じゃねえわ。怖え。そしてね、こっからまたねちょっと都市伝っぽいなっていう感じで面白いんですけど、ビミニロードが発見されたのが1968年なのね。1968年より前に世界三大預言者の一人と言われるエドガー・ゲイシーという人がいて、この人が1968年にアトランティス大陸の一部が発見されるって予言してた。これも相まってうわマジでアトランティス出てきたやんということで、はい、世界中で話題になったんですよね。しかしそんなビミニロードなんだけど、地質学的に自然にできた可能性も捨てきれないから、うん、まだ立証はできないっていう感じなんですよね。自然にできることあるんやね。そしてね、他にもね、世界各地でアトランティス大陸の遺跡が発見されたっていうニュースが結構頻繁にあるんですけど、それら全部現代に作られた石柱とか柱なんですよね。だからそのアトランティスがかつてあった時代と全部合わないんですよ。逆に説明がつくと。そういうことですね。で、今紹介したビミニロードとアゾレス近海っていうのはこれで説明がつかないからかなり有力と考えられています。以上がね、今回の話でした。どうですか皆さん、アトランティス理解できましたか？こんな意外とアトランティスの詳細についてがっつり知る機会はあんまりなかったでしょ。そうだね。ていうかもうちょっとはっきりなんかあったっていうような立証がもうちょっと近いところまであるのかなと思う。この動画少しでもいいなと思った人はチャンネル登録と高評価、そして通知登録もよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。